ロシア語の合成語と窃盗語の意味を解説しようと思っています。実際のロシア語では合成語や窃盗語付きの単語が非常に多いです。それを理解すればロシア語の力がかなりつくようになっています。音声はボイスロイドなのでちゃんとロシア語の発音はできていないかもしれないです。ジェレズナダロージヌイ・メスタラジュジェーニエこのように。 合成語がロシア語には存在します。1つ目は鉄道のの意味で2つ目は原産地の意味ですジェレズナ・ダロージヌイにはジェレーズナという鉄のという意味の単語とダロージヌイという道のという単語を結合してありますメスタ・ラ・ジュジェニエにはメエスタという場所のという意味の単語とラ・ジュジェニエという生まれを意味する単語の結合した合成語です 他に掃除機を意味するピリソースのピリは、ほこりやちりの意味です。ソースは、集めるみたいな意味です。このように、ロシア語には、大量の合成語があって、造語として作ることもできます。2つの単語を結びつけるのは、おまたは、いえです。ロシア語の単語には、単語に接頭語をつけることができます。イッチー、これは、歩くを意味する動詞ですが、 パイチーこのようにパがつくと出かけるとか行くの意味になります。パにはここからとか少しの意味があります。バイエス値は少し食べるの意味です。プリー値このようにプリがつくと来たるの意味になります。プリには到着するの意味があります。プリズナーチーは認識する意味です。ウイチーこのようにウがつくと去るの意味になります。 うにはここから去るような意味がありますうずなあち走るという意味です元のずなあちとあまり意味が違いませんピリッチこのようにピリがつくと渡るの意味になりますピリには渡すような意味がありますピリバジーチは通訳するの意味ですバイチこのように輪がつくと入るの意味になります輪には中みたいな意味があります ビーチーこのようにビがつくと出るの意味になります。ビには外みたいな意味があります。ロシア語の説答語の説明の続きです。第イ位このようにダがつくとからまで行くの意味になります。ダにはからまでのような意味があります。プライチーこのようにプラがつくと過ぎるの意味になります。プラには過ぎるような意味があります。 ナイチー、これは、変わっていますが、名がつくと、見つけるの意味になります。アバイチー、このように、おばがつくと、避ける、迂回するの意味になります。おばには、両方みたいな意味があります。あとネスチー、これは、スチーについている、せっ語音ですが、カラカラ持って、行くの意味になります。音は、カラカラの意味を持っています。ねしちと、 あまり意味は変わらないです。「ね」がつくと否定の意味になります。「レムノー」が少しの「ビス」はからなしでの意味になります。「ビスプラートな無料で「さ」がつくと「一緒に」の意味になります。サトル・ドにチェストが強力。これで終わりですがボイスロイドを使ったのでロシア語のアクセントや発音がちょっとおかしくなってしまいました。